すみません、ありがとうございます。今回ね、幸四郎さんに出させてくださいって言ったら枠がいっぱいっていうことで、あの毛利さんの枠でなんかやらせてもらえるように頼んでって言ったら、なんか気がついたら俺の曲を何曲かやらせてもらうことになってしまいました。そういうことでですね、幸四郎さんのお誕生日ということと、それから一緒にやらせていただいている毛利さんに、感謝の気持ちを込めまして、別に特に何ができるってわけじゃないんで、歌い叫ぶことで、毛利さん、幸四郎さん、そして、本田マスターはじめ、レモンハウスの皆さんに感謝の気持ちを返させていただきたいと思います。ありがとうございます。イエーイ。今日はね、誕生日のお祝いを兼ねたあれステージなんですよ。黒馬君はそれは分かってたみたいでよかったんですけど、それで構成を全部、この依頼をかかってから全て変えましたって今日当初の変えて、できるだけ君に頑張ってもらおうと。そうですね。頑張ってもらう構成しないと俺頑張んないですからね。そう、君は本当にモブキャラになりかねないからさ、はい、ちなみにモブキャラというのは背景のようなキャラという意味ですね。まあなんていうんですか、席をちょっと要は何、いただけます。何、セリフもないような役者のエキストラ的な存在感。ギャルゲーのバックです。ギャルゲーのバック、あ、それ一番言いやすいです。ギャルゲーのバックの意味なんですけども、まあ、ギャルゲーってご存知の方どのくらいいますか？いないですね。いないんだ。新宿2丁目なんで。新宿2丁目はさすがに新宿2丁目はギャルゲーも楽しいものがありますから、ね、夜の街にはね、夜の街にはね、いろいろありますから。ギャルゲー以上に楽しいものが一番あるんだ。実際、まあ、そういう舞台だと、学生さんとかが舞台になったりするんですけども、はい、今日ね、ちょっと、ある意味ね、すごい私、ちょっとびっくりしたの人がいまして、びっくりしたというか、さっきまでですね、お客さんでいたんですよ。ある、ちょっと美人の女性がいらっしゃってですね、あれなんですよ、なんか、とても他人のように思えなかったんですね。ただね、絶対その人は初対面なんですよ。なぜかというと、私がその人に会ったのは10年近く前なんで、もっと10年とかもっと前の人なんで、絶対同じ人なわけないんですね。その時と同じような、感じを受けたんでね、十何年も経って何も変わってないわけないじゃないですか、はい、ね、そんなね、10年どころかもっと経って20年ぐらい経ってるかもしれないですね。そんな学生時代の甘酸っぱいね、コスパ良い思い出をね、歌った歌があるんですよ。それをですね、今日は中沼くん のギターベリーフォーエバーバージョンでお送りしたいなと思います。ダカーボ第2ボタンの誓い。卒業しても変わらないよ、約束を交わしたあの人。
大切なこの気持ちもいつか変わる日が来るの。何かの本で読んだよ、だけど信じたくはないよ。感じになってきました、流山くんが。いい感じになってきました。いやこれでこそ君はあれだよ、孝志堂さんからの依頼がかかっただけのことがある。だけのことありますね。だけのことがあるよ今日は。